いい肉食べよう。11月29日、今日は語呂合わせでいい肉の日、しかも12年に一度の牛年のいい肉の日ということで、牛肉グルメが森に盛り上がっています。牛肉に牛肉を乗せ、これが通常お出ししている量なんですけども、肉の日ということでここからさらに肉を 50% 増量でいきたいと思います。もう一丁牛肉。今日米子市の飲食店で行われていたのが、月に一度肉の日のサービス。ローストビーフを使った全メニューで肉 50% が増量になります。お昼時の店内には働き盛りの男性客や若者が詰めかけ、ローストビーフ丼に食らいついていました。ローストビーフ丼です。すごいですね、ちょっと頼みすぎましたね、これは大きすぎました。もう皆さん喜んでいただいているので、肉の日ぐらいはバーンと行っちゃいましょうということで、店の一番人気ローストビーフ丼は6種類のサイズ、7種類のタレ、そして10種類以上のトッピングが用意されていて、自分好みにアレンジできます。満足ですね、これ。本当お肉はすごくしっとりしていて、口の中でほどけるような感じです。そしてこの濃厚なタレと卵黄がしっかりと絡まっていて、文句なしの美味しさです。さらにデリバリーやこんなビッグサイズも同様にローストビーフ 50% 増し増しです。注目の牛肉グルメは米子市内の精肉店でも。お待たせしました、肉屋のハンバーガーです。みんな大好きハンバーガー、今月販売を始めました。中にはパティとは思えないほど分厚い鳥取和牛のハンバーグが。ハンバーガーから肉汁があふれ出てきます。パティの肉肉しさ、そしてベーコンの脂身と肉の旨味を感じられるバーガーになっています。さらに今冬季限定で販売されているのが万葉牛すき焼きバーガー。鳥取県が誇るブランド牛万葉牛のロースを使ったなんとも贅沢なバーガーです。万葉牛、これだけの厚みで入っているんですけれども、その厚みを感じさせないくらい柔らかく、そして口の中でふわっと溶けていきます。しかし、なぜ精肉店がハンバーガーを販売するのでしょうか。特にそのすき焼きバーガーというのは、普段なかなかちょっとその手の出せないような価格帯のお肉だとは思いますので、少しでも手に取りやすいような価格帯で美味しく食べていただけたらいいのかなというところで始めさせていただきました。万葉牛すき焼きバーガーは通常100グラム1200円もする肉を80グラムも使用。利益はほとんどありませんが、それでも提供するのには理由が。いろんな市場でいろんなお肉を買いますけども、鳥取の万葉牛というのは、自分らの一番自信持って進めれるお肉かなと思います。地元産牛肉の消費拡大へ、精肉店の思いが詰まったバーガーです。